はい、皆さんこんにちは、村長です。昨日はですね、シンクルームの部屋を開いて完全打ち合わせなしのみんな飛び入りでですね、レコーディングをやってみました。はじめに福田さんという方が入ってこられてですね、ちょうどその時にピッチの補正をやってるところへ入ってきてくれてですね、あ、それすごいねっていう話から、そんなことしてたら前に知り合いになりました秀樹さんが来てくれて、じゃあなんかやりましょうかということでですね、2トラック同時にレコーディングをしました。シンクルームのこういう画面が出てるんですけれども、4人のメンバーというか僕除いて3人ですけれども、こんな形で少しですねレコーディングというのをやってみました。まずですね、撮ったままというか少し聞いていただきます。で、はじめはですね、どうやったかというと、クリックを 127bpm で作って、そしてこれに合わせて演奏をしていただきました。まあ、こんな感じですね。ちょっとまあリバーブをかけたりいろいろやってたんですね。リバーブのソフトは僕の得意なボーカルファイナライザー、そしてレキシコン960を開発したという方が独立して作ったソフトウェア、それをですね、リバーブに入れて、そしてギターとやってみました。その状態をお聞きください。クリック抜きます。そしてこうやってるうちに僕の方でこんな便利なソフトがあるんだよっていうことで、いつものユージャムドラムとベースを入れたんですね。まあこれはこれで良かったんですけれども、次はカッパさんという方が来ていただいて、この方もお初なんですけども、でもまあ他の人とはこう知り合いだったりとかしてですね、じゃあドラムを入れてもらうと。でその前に少しまあシンセも秀樹さんが入れてくれたんですけど、それは少し後でということでドラムを追加しました。もちろん生ドラムで叩いてくれたので、ドラムとベースは消すことにしましてですね、次ドラムを聴いていただきましょう。カッパさんの入れてくれたドラムです。まあこれでもう終わりかと思ったらですね、ベースはという話になりまして、カッパさんはベースも弾けるらしくてですね、またベースを追加することになりました。聞いてください。まあ生ではこういうふうにしていただいたんですけれども、まあ僕の方はですね、まあ編集が得意なわけですから、これをですね、若干レイテンシーがあったりしてずれたり、もうワンテイクだけですのでね、みんなの許可を得てですね、少し煮てでも焼いてでもいいということでしたので、僕の方でですね、こうやってスライスしてですね、赤いところはちょっと縮めたとこ、緑のところは伸ばしたとこみたいな感じでですね、タイミングをこう、まずギター合わさせていただいて、次はドラムの方ですね、ドラムの方も切って切って切りまくってですね、まあ微妙なところをこう作っていったわけですね。こんな感じで編集ができまして、ベンドツールってあのスタジオ1では言ってるんですけれども、一個一個の音をこうやって前やったり後ろやったりですね、こうやってできるツールです。次はボーカルですね。秀樹さんのピッチはもうめちゃめちゃ良かったんですけれども、でも、まあ、あの、一部気になったところを、Make you wanna free, see, but isn't it love?
すごいがなりですね。すごいいいですね。はい。ロングトーンのビブラートも綺麗でですね、大きくしてみていただきましょう。こういう感じでですね、このメロダインというのはビブラートなんかもうまく調整できましてですね、こうやってビブラートの振り幅、こういうふうにまあいろいろ編集できるんですけど、大方直すところはなかったんですけれども、いじらせていただきました。そしてそこにですね、途中でなんとなくアコースティック的なバージョンなんですけれども、もう少し面白いのがあったらどうかということで、こう何小節か弾いていただいて、まあ循環コードだったのでですね、8小節分を4つ連ねてですね、書いてみました。本来生を生かすためにあまりですね、もう世界的に有名なオゾンとかいうような人工知能のマスタリングツールもあるんですけれども、 Depop Max っていうですね、便利なギューンとですね、音圧を調整できるものがありますので、これをちょっと挿してみたいと思います。こんなね、なんか可愛らしいインターフェースなんですけれども、音圧をチェックしながら、上げていきます。こんな感じでですね、どうでしょうかね。あんまり上げすぎても、これをですね、YouTube の方に、上げるというか、もう皆さん上げてるのを見ていただいてるんですけれども、そういうこちらの事情もありまして、マイナス 12dB LUFS ぐらいに設定をしまして、最後に通してですね、少し聞いていただきましょう。はい、どうでしたでしょうか。急にですね、急に別に招集もしないでですね、勝手にどんどん入ってきていただいてですね、出来上がったシンクルームならではの演奏というか、レコーディングを意識したセッションというのをやっていただいてですね、皆さんの許可をいただいて、こういうものができるよということでご提案をさせていただく資料としてですね、また部屋の方を見ていただいたら、村長の部屋にですね、時間のある方はもし見つけたら来ていただいて、ちょっとこのシンクルームを広めていくという趣旨もありまして、当面の間はですね、こういうことをする時もあるということで、皆さん期待していただいてですね、今日はその他にもたくさんの人が入ってきてくれて、シンクルームをレコーディングに使うということにすごく興味を持っていただいてやれました。ですからまたこれを機会にですね、どん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 この技術を広めていきたいなと、そういうふうに感じていますので、皆さんよろしくお願いしたいと思います。村長でした。